実は最近仕事帰りの帰り道よく痴漢に遭うんです。マルさん最近その時間帯いないこと多い気がする。お前一遍しばくぞ、おいちゃんと話を聞け。警察にも相談したんですけど取り合ってもらえなくて。それで途方に暮れていたと。よし俺に A 作戦がある。で、なんで女装なんすか。わかるやろ、おとりやんけ。おとりになります。これで大丈夫ですか。多分それに3人も必要すか。犯人の好みもあるやろうが、なんや嫌なんか。むしろ俺だけでよくないですか。2人ともブスだし。むしろ自信満々かい。大丈夫ですか。多分。そしたら順番に痴漢ロード練り歩くぞ。俺から行きますね。2人が行っても時間の無駄だと思うんで。どういう意味じゃ。少し歩いて振り返って微笑んで見てもらってもいいですか。私って綺麗？やば。なんやねそのリアクションは。本当に大丈夫ですよね。おい、あんまり騒がなって。だったら早よ行ってこいや。言われなくても行きますよ。大丈夫ですよね。今日は現れないみたいっすね。明日に改めますか。なんでやねん、俺らもおるやろうが。いやだってブスっすよ。こういうのが好みかも知らんやろうが。だから静かにしろって。大丈夫ですよね。大丈夫です。よっしゃ、次は俺の番やな。無理やな。今日は帰りましょうか。いや俺はゴリラやし。いやだったらなぜ着替えさせた。まあまあ一応カンパチさんも歩かせておきましょうよ。ゴリラやで。黙って見とけ。大丈夫ですよね。あなたはそればっかりだ。あいつです。なんでゴリラを選びますの。あたい怖かったよ。気持ち悪いんでやめてもらっていいですか。大丈夫ですか。はい。痴漢は警察に引き渡しました。これで安心です。本当にありがとうございました。それじゃあ若子さん、依頼料は結構ですので俺とデート。いえいえ、僕とデート。お前ら若子さんが困ってるだろ。俺とデートですよね。いや、お前ら自分の顔よく見ろってねえ、若子さん。お願いします。ごめんなさい、全員タイプじゃないんです。え？まあみんなブスってことやな。